だからだからタルコフチーム戻ってくんなよ。俺っぽい人がいっぱいいるから紛れられそう。フェストマスクの集団が、今日はインポスター来ませんでした。残念残念まことに残念。まだある。いや、インポスター来ちゃったな、また。まだある。また来ちゃった。今日多いよ、インポスターねえ、テラゾーさん。あ、じゃあ、次ますか。行きましょう。ということで。お疲れ様です。4回目でーす。次弾けるかもね、でもこれで、つって。確かに。4のあることは4のあるって言うよね。ペストマスクめっちゃばらける。緑色のペストマスク。ナイスサコにもらう。タルコフローラタルコフローラされてたまるかよ。アーカイブからてか閉じてる閉じてる。ちょっと早くねえか。チカ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 チ。スナパイハタサコ。やればよかった。おい。はい、ナイスボール。はい、死んでない。ナイス。素晴らしい。死んでた。はい。ナイス。隠しろ。隠しろ。よく見たらバナナもいるよ。バナナもいる。バレたか。ギダルマもいるんだよ。そうか、リキダルマもおるし。あ、ペストマスクかな。どのペストマスクか。どのペスト。緑や、絶対。緑に入れる。グレーの。体が半分グレーの。バナナ人。全員グレーなんや。全員スキン同じやね。ビーム打てるわ。ビームと。俺視点ビーム見えないけど、バドミンにいるな。チャゲチハヤアーカイブに、エンジンメインの あ, おーあー、ちはやさん、直前見たかも。寺澤さん見てますよね。うん、コミュニケーションあたりにいたよね、確か。いました、いました、コミュニケーションあたりにいました。コックピット側の扉開けた方います。扉開いてたんで。開けたのが多分千早さんなんじゃないかな。僕その後コックピットに行ったんだけど扉開いてました。すいません、先に言わせてください。多分夏目先生して僕がめちゃくちゃ怪しいと思うんで。今畑底さんって言ったんですけどめちゃくちゃ怪しいです、うん、メインホールとエンジンルームのところらへんで夏目先生とすれ違って、夏目先生がメインホールに行き、僕がエンジンルームに行って、で僕は宿舎前のところで扉を開けようとして終了なんですけど、そのコミュニケーション方向に千早さんが行ってるなら僕がかなり怪しい位置になります。以上です。千早さんはどういうあれですか、千早さんを見た後は。コックピットに入って、アドミンを見たときに、ごめん、飛んじゃったな。エンジンに、キッチンあたりに、ごめん、飛んじゃった、ごめん。コックピットの中までは一緒だったってことですか。いや、違う、コミュニケーションの、武器庫から出たときに、千早さんとすれ違って、俺がコックピットに入ったんだけど、千早さんがどっちから来たのか分かんなかったのね。それが、はい、コックピットの扉が開いてたから多分千早さんがコックピットから出てきたんじゃないかって推理した。なるほど。はい。その後は分かんないです、ね。分かんないです。どこ行ったか。どこ行ったか分かんないです。チャゲさんはどっち、どうですか、どっちに行ったか分かる。武器庫に入って上の方の武器収納をした後、スナッパイさん、藤宮さんが上がってくるのを見て一緒にエンジン入ったぐらいのところかな。で、いや、藤宮さんは最後 AK 閉まってるところにいます。そうですね、武器庫の中ですね。僕その後ろに立ってます。
今回否定できる人はいないってことですか？藤宮さん無理。藤宮スナパイは、チャゲポヨさんの後ろにいるんで無理じゃないですか？スタッフさん、アシスタン、夏目先生無理ですね。はたとこして。チャゲポヨさんして、千早さんがコクピットに行ってないっていう証言をしてほしいな。無理かな。なんか、まあなんかこう、扉、コミュ室、そうですね。またなんかエンジンの方に引き返したようにも見えてるんですけど、結構視界の端あたりだったんで、うん、正確にはちょっと出てないですね。まあエンジンに引き返してんだったらほぼ 100% はたさこさん。はたさこさん、チャゲポヨさん、寺堂さんの3人ってこと、うん、そうですね。まあ、実践で言えば、うん、エンジンコミュニケーションの扉は開いてないので、それ確認できる人は確認してほしいです。まあ、でも、チャゲポヨさんエンジンまで行ったんじゃないですか？あれ、エンジンまで行けたかな？シャカシャカ見てみましょう。キッチン。コミュニケーション全部開いてるね。また押し行こうか。またさこ。うわ、これ見られてるな、畑さこまで。チャゲフォードさんも多分やってるから。あ、早く押しすぎた。ごめん、ちょっと早かったね。タスクしてたよね、申し訳ない。ちょうどぐらいで。あ、でも情報としてエンジンで湧いて即見に行ったんですけど、開いてましたよ。開いてた、開いてた。エンジン左の扉がってこと。エンジン武器のコックピット開いてて、コミュニケーションだけ閉まってたね。まあ、チャゲポヨさんが開けた、うん、チャゲポヨさんが開けたってことは逆にシャエさんは抜けてないってことなんじゃないですか？チャゲポヨさんは開けたんですか？いや、開けてなかったはず。チャゲポヨさんが開けたとは限らないか。そもそもあのチャエさんがエンジンルーム側からコックピットに入ってると思うので、チャエさんが来るときにすでには開けてると思います。キッチン脇じゃないんで、チャエさん。うんうん、そうですね、うん、はい。となるとやっぱまあ畑さこをチャゲポヨのどちらかになりそうだよね。チャゲポヨさんが開けたかどうかはどういう主張なんでしたっけ？開けたって主張でした。いや、開けてない。開けてない。状況としては開けてないですね。結構僕も割とスナパイさんと結構最後のボタンになるギリギリまで一緒にいたと思うので、うん、どっちかっていうと、下位置次第ですね。まあもうボタンの直前に。うん、アップロード最初、藤宮、スナパイ、チャゲポヨで3人で一緒にアップロードしてて、はい、でチャゲポヨさんはそこからキッチンの配線と武器庫のタスク。そうですね。で、だからまあ。まあやっぱ畑さこさんの方が黒く見えますね。うん、そうですね。反対釣りとかって畑さこさん視点伸びます？あ、もう多分一生疑われるんで釣っていいですよ。いや、これコミュサボの通路で死んでたらチャゲっぽよさんだし、エンジンの方ら辺で死んでたら畑さこさんなんだけど、下位置次第だな。逆にあんな人わちゃわちゃしてるところで切るかなっていうのも。なかなか後ろにいるからね。わちゃわちゃしてるからこそ切るんでしょ。まあそうだった。そうでしょ。まあ、実践はチャゲポヨさん。俺が覚えてればな。ただ、印象論っていうか、まあ、感覚だけど、そのチャゲポヨさんって、キッチンに4人分けしてる状態で切ってるから、うん、あのその状況知らない畑さこさんの方が切りやすいかなとはちょっとは思うけど、わかんねえ。わかんねえ、これは。わかんねえ、まあ、けど、時間を押し付けるんだったら、畑さこさんごめんなさい。僕は夏目先生とすれ違った後、エンジンの配線のタスクをやってるんで、はい、コミュニケーション扉開けてないこと、開いていないことを確実に証明できます。一応ここで、時点では。入ってないっていう主張がね。チャゲポヨさんが怪しいと思います。うん、チャゲポヨか？ローラーするか？ほぼ倒したけど。金庫開けるわ。超金庫。直そう。直して。ちょ。待ってと。どっか行っちゃった。キルできません。足湯。いや、これ、殺せってことかな。足湯不死身。え？いや、あのチャゲポヨさんボタン残ってます。すみません。あ、でも今ローラーっていう流れなんですか？いや、ローラー、まあ、一応ボタンは押すべきかも。
左を直した方が右に来られたんで、うわーと思って。うん。押しに行かなきゃっていう意思。これどうする、うん、どうする、誰ボタン登ってるっけみたいなフリフリがありますよね。そうですね、僕が押しに行かなきゃと思って、うわって乗っちゃいました。一応右にヌーがなかったんで、もうはじめやさんに右側のあれ任せて、うん、そのままもう逆、なんていうぐるっと回ってボタン押しに行こうとしてました。しかもね、右側に湧いてるから、チャキボヤさんがこれ死ぬなって思って逃げてました、自分たちは。わちゃわちゃして。でも、夏目先生視点、まあ、そうか。まあ、どっちかわからない。片迫さんで連れてるかどうかはわかんないですね。平蔵さんを、まあ、完全に弾けはしないので。うん、そうだね。夏目主観目線だったら、畑迫さんが怪しいけど、うん、コミュニケーションにいて武器庫にもいたんだったら下位置に近いのはチャゲポヨさんだから。畑迫さんの主張ってエンジン左開いてないっていう主張でしたよね。閉まってたって言ってませんでした、うん、言ってた気がするな、うん、コミュニケーションつってなかった。あれ、いや対戦やってる時って言ってたから多分、うん、死ぬ時は確かコミュニケーションの扉だけ閉まってるのだけ証明できますみたいなこと言ってた、うんうん、コミュニケーションの扉閉まってるってそこまで言ってるってこと。畑迫はエンジンとコミの話じゃないんですか。うん、うん、あ、はいはいはい、そうか、そういうことか。あ、そういうこと、あれ、え、そっちコミュニケーション持ってたからそっちだと思ってました。だからはしゃげぷえさんに開けたか開けたか聞いて、うん、そうですね、うん、自分がだって主張は自分が侵入できないですっていう主張だったと思うんで、そっちに、うん、扉は閉まってるはずなんでっていう、うんうん、あ、確かにそこにいましたよって主張しても意味ないよね。確かに、うん、だって容疑者になるから、白になる主張が、そうそうそう、白になる主張はエンジンとコミの間のドアが自分開けてないし、誰も開けてないはずなんで、千早さんはこっちに来て来れてないですよっていう主張。あーな、あー、わかった。8人なんで僕はスキップでいいと思ってたから、スキップでいいと思います。ちょっと様子見かな、うん、かな、まあ、主張としては通ってると思います、うんうん、でもそれ理解してるかしてないかだけだと思うんで、そんなに白黒はうんうんうん、いやー、言ってたと思うけどな、俺。あ、言ってたと思うけどな、あの時は。どうだろう。ヒストリカルに行こう。藤宮さんとここに来ました。藤宮セキュリティね。で、停電中ね。セキュリティ見てるな。いや、足湯さん、え、ちょ、やめて、チャゲポヨ、セキュリティの、キッチンとセキュリティの間の方、左下かな、左下で行きたいです。キッチン、あ、藤宮さん、キッチン脇で僕と一緒にセキュリティまで行ってます。で、その後俺エレクトリカルメインホールシャワールームアーカイブって言って、足湯さんとエレクトリカルで会ったけど、足湯さんは多分診察室側から来たから、うん、そうですね、はい、2キロ来てますね、2キロだからこれ一人で2つあるじゃない、どうなの、無理です。1分は経ってなかったと。無理。リフト、左から右来た人、あれ、右から左来た人誰ですか？あ、僕です。太田さん。僕、左から右で、右のポチだけやって、もう一回戻りました。はい。あ、その動き見てます。スナパイさんは、宿舎前からエンジンの方に降りてました。宿舎前からエンジンの方に。スナパイさんは最初降った。最後らへん、最後の15秒ぐらい前。で、まあまあ、僕ははしごを登り、右から左に来る人物が誰か分からず、タスクやって終わり、ミーティングで。先端はい。自分、先端の推理めちゃくちゃ納得して白く見えてたんだけど、この場面ってどう見える？うん、いや。バランス取ってチャゲポヨさんが確定インポスターの場面なのか、それ以外を追うのか、はい。チャゲさん、結局どこにいたの？僕はずっとアーカイブにいてます。寺堂さん、最後、すれ違ってると思うんですけど。マジで？どこで？昇降機右からアーカイブ入るところで。え？昇降機右からアーカイブに入るとこで？入るとこ、まあアーカイブの左下あたりですれ違ってます。俺そこ一人に切る無理？待って、一人に切る無理ですか？ギリギリ行ったか。
できないできない。なので死体場所的にちょっと難しいんじゃないかなって。足湯さんってどこに行った？僕は最終シャワーの右の覚え木行きました。ああそうだよね、なんかいないなと思ってたから、うん、そっちに行ってないとチャゲポーさんとすれ違うはずだもんね。うん、うん、そっか、うん、わかんねー。右脇のチャゲポヨさんさえしなければごめんなさい。いやまあ釣ります。でもほぼ確定じゃないに記録出ていく。え、そうなの？それでいいの本当に？序盤もセンターさんから俺アーカイブ見てら、あーでも寺田さん見てくれてないのか。あーあれ見てくれてないとか。寺蔵さんがかなり右行きます、右行きます、配置して配置して右行きます。見てないっていうか自分が残ってないからボタン行きます、ね、見えてるんじゃないかなと思う。左ボタン押しに行こう。あ、ボタンは押せないや。キッチンでコミュニケーションならそうかな。価値格だけど、どうする？サボダナス？これはキルでいいでしょう。ようやく勝ったぞ、タルコフチームだ。ドゥン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 。あるよな、そこ。タルコフチーム初勝利。ナイスやったー。タルコフナイスー。タルコフナイスー。やったー。ナイスー先生。おめでとうございます。ありがとうございます。そう、そこをね、ナッツちゃんが自分で、そうよね。はい、そうや。あるよな。ちなみに、キッチンで切ってますね。で、弁当で飛んでます。うん。あ、そうだね。スノパイさん、キッチン？メインです。所定でしょ、それ。一番最初。初手はキッチンで殺してて、うん、ベントで畑坂さんの後ろから飛んで殺してます。千早さんがキッチンで死んでるってことね。うまあ、はい。そういうことか。で、スナパイさんはメインで殺して、クルー、寺蔵さんとクルー一人の後ろぐらいで殺して、デッキに下って、セキュリー。足湯さんとメインホール通ったんだけど、その時にメインホール左端で、夏目先生がやってた。うん、あ、そうなんや。うん、やべーって思いつつあのセキュリティで藤宮さん切って、うん、俺はメインホールがぐるって回って藤宮さんをレポートって感じ。あ、そうなんや。もうね、そこは分かって、多分寺蔵さんがセキュリティ側から来てるから、まあそっちはあるかなと思ってたけど、うんうん、そうね、そうよな、そうよな、なっちゃん寺蔵さんはあるわって自分今思いながら、うわーと思って、まあ、これすごいね、残したのもね、でかい。チャゲさんと藤宮とスナパイの3人が武器庫にいて、うん、誰も千早さんが抜けてるの見てないって。そう、確かに、まあ、全員一緒に達成しちゃってたんで、うん、奥綺麗に、うん、うん、そういうことか。すげえ、すごい。場面的には夏目師匠が出た時点でもうね、チャゲポヨさんが、ね、そうね、夏目先生が白くなってくれた最初のキルで決まったね。素晴らしい、うまかったです。いや、よかったな、今の選択が良かった。まあでもチャゲポヨさんと寺蔵さんの対立で、まあどっちかが白取れたらでしたけど、まあ厳しかったですね。お見事。うん、いや厳しいな。多分釣り足りえなかったと思う。うん、どっちにしても勝てなかったと思う。うん、強い。でも最後勝利で飾りどかったやん。うん、マジで楽しいね。感動。ね、今後明日からタルコフに忙しくなってアマンガさんもできないようになってうわタルコフ始めないと。これまさにこれ。いや難しい。同じ分だけしたんだからやらないと。やらなきゃ。そう。アマンガースがうまい、寺蔵さんと夏目先生っていうのがいたんだよ、つって。伝説になったが。難しい。結局、あのキルは寺蔵さんだったんですか？どのキル？誰？千早さん。こんにちは。千早さんが夏目先生がキッチンで切って。ああ。そう。メインベント。寺蔵さんが切ったと思ってた、その最後は。それが夏目先生やったらすごい、マジで。そうです。畑迫さんが通った瞬間にもうすぐ弁当入ってキッチンで殺してます。あ、すごいな。そういうことか。まあ言ったら5人ぐらいの目をかいぐぐって。ああ、そうなんだ。すれ違った後なんだ。はい、すれ違った後に弁当で殺して。あ、もう無理だな。どこで殺すんだと思ってたわ。方が良かったかな。そう。それであれやん。畑やんめちゃめちゃ疑われてたんで。
そうそう、まあ、上手すぎるやろ。白っぽかったけどな、あの主張が。確かにめちゃめちゃ白かったな。うん、あれ、目が閉まってるはずなんでっていうの。いや、2段カメラってね、1キルで止めよう、いや、1釣りで止めようってなった後、2キルが入ったから、チャゲプルさん釣ろうまでの2段構えだった。確かに。ほんまや、そう。保険がありますね。すごく、勝ちを約束されてた。ほんまや。結局、エンジンの扉来た人じゃ、該当者いなかったってことじゃないですか。チャゲプエさんが開けたってこと？最後の最後に開けたんでしょうね。え、キッチンで殺したんじゃないの？チャゲさんキッチンだよ。だから開けれなくない？チャゲさんが開けて、多分行ったんじゃない？チャゲさんが開けて、武器庫組を綺麗に抜けていってってことですね。そう、武器庫に3人いたのに誰もチャゲさんが抜けていくのを見てないって。うん。あ、そうなんだ。ちょうどタスクしてて、多分見えない。みんな奥まったとこにいて。それはもう無理だな。無理無理無理。ついてた。